チャーヌーラと戦うクリシュナ、バララーマと戦うムシティカ。1650年頃、チャーヌーラはインド神話に登場するアスラである。バーガバタプラーナによると、マップラーの悪王カンサに仕える悪魔の一人であり、カンサ王の最も優れた投士であった。聖戦、ナーラだからクリシュナが生きていることを聞かされたカンサは、悪魔、軽心にクリシュナとバララーマの殺害を命じ、 また、チャーヌーラとムシティカたちに闘技場を建設させ、クリシュナを殺すための闘技大会の開催を命じた。闘技大会では、チャーヌーラは、闘技場を訪れたクリシュナと、バララーマに戦うことを要求した。しかしクリシュナは、自分が少年であることを理由に拒否した。そこで、チャーヌーラはクリシュナが、巨像、クバラヤピーダを、苦もなく、殺したことを指摘して、 ふさわしい相手と戦うべきだと主張し、再度クリシュナに自分と戦い、バララーマにムシティカと戦うことを要求した。チャーヌーラがクリシュナとムシティカがバララーマと戦い始めると、観客の女たちは、あどけなさが残るクリシュナとバララーマが屈強な闘志と戦うことの不公平さを嘆いた。しかしチャーヌーラは戦ううちにクリシュナの攻撃を受け、体のあちこちを砕かれ、 何度も気を失った。チャーヌーラは起き上がって、両手で握り拳を作り、クリシュナの胸を殴った。しかしクリシュナは全く意に返さず、チャーヌーラの腕を掴んで、相手が息絶えるまで何度も激しく振り回した後、大地に放り投げた。クリシュナはさらに別の投資シ,シャラと投資シャラを殺した。またバララーマは、ムシティカを殺した後、クータを殺した。ありがとうございます。